はい、こんにちは、116インズです。いや、今日はビッグトレードが突然成立しましたね。オリオールズは今日ブルワーズから2021年にサイヤング賞にも輝いたことのある先発投手コービン・バーンズをトレードで獲得したと発表。見返りとして2人の若手有望株とドラフト指名権をブルワーズは得ています。オリオールズはつい先日球団売却が成立したと発表され、オーナー体制が変わっていましたが、そこから本当に時間を置かずに大型補強と、コンフのオリオールズの課題に先発陣強化、特に実績のあるエース格のピッチャーをずっと求めていたようなチームで、ただ1月終わっても大きく動いていなかったことからどうするんだろうと思っていた矢先にバーンズ獲得と、バーンズも年単位でトレードの噂は出ていた選手でありますが、特にコンフトレード話はそこまで加速していなかった印象ですし、オリオールズ入りが近いとも直前まで報道出ていませんでしたね。本当にまさに衝撃のトレードでした。今回はこのオリオールズとブルワーズのトレードを中心にお話していきます。今回成立したトレードの全容がこちらになります。オリオールズがブルワーズから先発投手コービン・バーンズを獲得し、見返りとしてブルワーズは内野の有望株ジョイ・オルティズ、ピッチャーの有望株 DL ホール、そして今年のドラフト全体34位指名、戦力均衡ラウンドのドラフト指名権ですね、こちらを獲得しています。トレードの第一印象としては、オリオールズがバーンズ獲得という形で待望のエースピッチャー獲得に成功。後でも触れますが、見返りとして差し出した2人も、まあオリオールズのデプス的には出しても短期的にはそこまで問題ない選手たちですので、バーンズみたいなエースを獲得するためだったら全然許容範囲内の対価といった印象です。一方でブルワーズサイドは、バーンズが今年のオフに FA を迎える予定の中、保有権が1年丸々残った状態でしっかりそのトレードバリューを生かしてきた印象で、シーズン途中までキープすることなくしっかり対価を得てきたなと。媒体にもよりますが、球界全体でもトップ100位に入ったりもするトッププロスペクトに近いレベルの選手を2人手にし、悪くない順位の指名権も追加でゲットしていますので、バーンズが1年しか保有できないことを考えますと、妥当な対価であるのかなとも思いました。いやー、それにしてもバーンズがついにトレードですか。今季2024年オフに FA 権を取得予定で、徐々に FA が近づいてきたことから年単位でトレードの噂が出ていた選手です。2021年は28先発で防御率 2.43 の好成績を残し、初めてのサイヤング賞に輝くなど、ここ3年間は MLB でもトップレベルの先発としての活躍を見せていて、3年間合計の防御率 2.94 は規定投球回に到達している MLB 全先発投手中7位、直近3年間のベースボールレファレンス算数のウィンザーリプレイスメント 12.8 も同じく7位となっています。昨年のバーンズも32先発で防御率 3.39、 ウィンズ・オブ・リプレイスメント 3.5 と引き続きフロントラインスターターらしい成績を残しており、オリオールズでもこういった水準の活躍に期待がかかりますが、ただ一方で2021年2022年の彼と比べますと、四死球が増えて奪三振が減った点はちょっと気になるポイントであります。とはいえ、打球管理は極めて優秀な選手ですので、 AL 東地区の環境でも活躍できるだけの力はあるはずでしょう。で、バーンズはオリオールズがずっと求めていた、まさに実績のあるエースそのものでしょう。昨年のオリオールズ先発陣の防御率 4.14 は MLB11 位、 FIP4.25 は MLB13 位、悪くはないけれども打線やブルペンが目立つことを考えますと、チームの強みと言えるほどでもないという中で、カイル・ギブソンと昨年夏トレードで獲得したジャック・フラハティが抜けた後の先発候補がご覧の通りです。ブラディッシュは昨年大ブレイクし、オリオールズのエース格として活躍しましたし、ロドリゲスについても特に後半戦以降は先発陣を牽引する活躍を見せてくれましたが、やはり実績という意味ではまだ欠けていると。元々の3番手候補以降がミーンズ、クレーマー、ウェルズなどになってしまう点も、少しコンテンダーとしては物足りなさも感じるところでありましたんで、そのチームにバーンズという明確なフロントラインスターターが加入したのは大きいですよね。ミーンズやクレーマーも4番手、5番手なら十分な存在だと思いますので、エース格の加入でローテの順番が一つずつ下がるのもメリットでしょうか。またバーンズ獲得に際しての対価も先ほど触れましたが、オリオールズとしては許容範囲内という印象です。オルティズはショートも高いレベルで守れる内野のプロスペクトですが、いかんせんオリオールズは若い内野手が渋滞状態。昨年新人王を受賞したガナー・ヘンダーソン、現在球界ナンバーワンプロスペクトのジャクソン・ホリデー、ルーキーながら昨年メジャーでソリッドな活躍を見せたジョーダン・ウェストバーグと、二遊間とサードは完全に埋まってしまっていますので、オルティズはポジションの面で入る余地が少ない、ブロックされていたと。もちろん贅沢なデプスとして持つ選択肢もあるのかもしれませんが、こういったトレードでプロスペクトを整理しつつ、他の弱いポジションを補強するのはコンテンダーに必要な動きだとは思います。素晴らしい速球と変化球を持ちながらも、コントロールに少し課題を抱えるホールについては、昨年終盤ブルペンでなかなかのパフォーマンスでありましたので、いいリリーフになれそうな感じとはなってきていますが、先発としてどうなるかはまだ未知数ですし、やはり彼もバーンズのためなら全然差し出せるくらいの存在ではあったのかなと。今季の戦いにおいて余剰戦力的存在だった選手たちを中心にバーンズ獲得につなげられたのは評価できると思いますし、オーナー体制が変わりペイロールも増やしていけるのであれば、ボラスが代理人というハードルはありつつも、契約延長というところもぜひ狙いたいですよね。そこもできたら本当に文句なしのトレードですし、オフにクオリファイングオファーでドラフト指名権の保証を得られる可能性は高いですので、そういった選択肢もあるでしょうか。
ここまでがオリオールズ側の話で、続いてはブルワーズ側からも見ていきたいと思いますが、個人的にブルワーズは今年もコンテンダーとしてしっかり戦っていくものと思っていました。バーンズとショートのウィリー・アダメスの FA を今季オフに控え、今の主力が揃う最後の年で結果を狙うものかなと。まだトレードされていませんが、球界では今回トレードとなったバーンズよりも、よっぽどホワイトソックスのディラン・シースのトレード話の方が頻繁に出ていましたし、また先日ブルワーズがリース・ホスキンスと2年契約を結んだと発表となったことも、戦う姿勢が強いことの表れかと思っていました。その中でバーンズは特に先発陣からブランドン・ウッドラフが怪我で今季はほとんど投げられない見込みとなったことでノンテンダーとなってしまい、フレディ・ペラルタはいるとはいえ本当の意味で実績があって計算もできるエースはバーンズしかいないような状況でしたから、今年コンテンドする上でキープして、で夏までにペナントレースから脱落するようなことがあればトレードも模索していくようなルートなのかなと思っていました。ただブルワーズフロントの考えは違ったと。まあ間違いなくバーンズと契約延長できない状況でありましたんで、来年にはいなくなっていることがほぼ確定なのであれば、夏まで待つことなくフルシーズンのトレードバリューが残っているうちに手堅くいいリターンを得よう、そういった発想のトレードなのだと感じました。バーンズのところでも触れましたが、少し指標が悪化気味な点、ブルワーズとしてもあまり待ちすぎたくはなかった側面ももしかしたらあったのかもしれませんね。でブルワーズから見ても今回のトレードは決して悪いとは思えません。アダメスの FA を控え、そもそもその前にトレードすらもありえそうな中、ショート守備で確実にバリューを出せるオルティズは彼の後継ショートとなり得ると思いますし、コンタクト面には定評もありますので、攻撃面でももっと価値を発揮できるようになれば、攻守揃った平均以上のレギュラーとなれる可能性は秘めているでしょう。ホールについても先発としての未来が不透明とはいえ、ブルワーズは投手育成に定評のあるチーム、投げるボールに関しては本当に一級品となり得る素材なだけに、ブルワーズが彼をどう伸ばすのかもまた面白そうだなと。先発として大成しなくとも、昨年の感じからしてブルペンでなら戦力にはなりそうですし、かつてブルワーズの絶対的クローザーとして活躍したジョシュ・ヘイダー2世的存在になれる未来だってあるでしょう。でこの2人に加えて今年のドラフト全体34位の指名権、バーンズがブルワーズでクオリファイングオファーを受けた上で FA となっていた場合、おそらくこの順位と大きく変わらない指名権を保証で得ていたと思われますが、悪くない順位の指名権でその時のマイナーシステムに必要な選手を追加で入れることもでき、ボーナスプールも拡大しますので、ドラフト戦略も広がると。そもそもチームとしてバーンズをキープするつもりがなかったのであれば、適切なタイミングで妥当な対価を得たと考えることはできるかなと思いました。1年のレンタルかもしれないけれども、余剰気味な戦力を整理しながらエースを獲得できたオリオールズ、あと1年しか保有できないエースを使ってしっかり将来に備えてきたブルワーズ、どちらの意図も理解できますし、どちらにとってもいいトレードになる可能性はあるんじゃないでしょうか。あとは実際の結果がどうなるかですが、皆さんの感想なんかもぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。